今回はある道具がありまして、水彩画の人にはもう絶対に必須、その技術をこれからやろうと思います。それでは、その定規をご紹介します。この定規、文房具屋さんであるいは画材屋さんで売ってますが、ここに溝があるんですが、今売ってるものは非常に溝が細いんです。細いからどうしてもこれは使い物になりません。じゃあどうしたらいいか、つまりどう違うか、これからやってみますね。こっちのやつは浅くて、こっちのやつは深いんです。両方ついてる三角に切れてるのと、それから丸く切れてるのがありまして、これは一般的に売ってるものなんですけど、溝の深さが全然違うんです。これは後でわかりますけど、どうして溝が細いと使い物にならないかをやります。このやつは欲しかったらば、画材屋さんあるいは文房具屋さんに溝の深いのをお願いしますと。ちなみに長いのと短いのを今使ってるんですが、ここのメーカーのやつはすごいですね、使いやすいです。上田、これは取り寄せてもらったんです、普通の文房具屋さんで。上田という、で溝引き定規って言ってください。でこれのすご技をこれからやります。では相変わらず100円均一のなんですけど、これはね、いろんなものに使えるんですが、まず一般的には絵を描いてる人はこの面相っていうのを持ってると思うんですよ、面相筆で。これを使うんですが、今回は100円均一のでもできるんじゃないかと思ってちょっとやってみます。それでこのボールペンの古くなったもの、ここがなるべく細い方がいいんですが、場所によってはこういうタイプのやつで溝がついてるんですけど、ステンレスのやつとかアルミのやつ売ってますけど滑り悪いです。ここでこう滑らせるもんですから、ガラス棒も売ってますけど危ないですので、いらない、ここが細くなったボールペンを使うと非常に便利です。で先ほど言ったように溝引きスケールっていうのは浅いとですね、これが途中でずっとずれちゃう。そうするとまっすぐした線が描けません。でちょっと実践でやってみます。でこの持ち方なんですが、こういうふうにして、このボールペン側をこちらに中に入れます。それでこの筆の方をここに当てます。でこの時に同じだとうまく描けません。そうかって、長すぎても描けません。指はしっかりと固定してください。ギュッとこう箸を握るように、いいですね。でちょっとやってみます。じゃあ今絵の具つけました。さあこう絵の具つけました、いいですか。組み合わせの時にもたもたしない。問題はこれは寝かしちゃいけません。できるだけ立てても直角に、それの方が筆がバレないんですね。太くなったり細くなったり、寝かせるとその時の筆圧によって太くなったり細くなったりします。でこれは練習で、例えば、立てて、それでこう、こう持ってきます。それでこのやつをちょっとこう縮めて、でこのやつで今度逆に今度これをうんと広げていくと、こう体から行くように、いいですか。こっからこうやってやんない、ずーっとこうだから肩から持っていくように、これがコツです。これを守れば大丈夫です。これはヨットだとかお寺の手すりだとかいろんなもんに使えるんですが、線だけじゃなくてですね、面としても非常に使えるんですね。水を張るときに分かんなかったらフリーハンドでいいです。こういうふうにしといて、さっさっといきますからね。でこのやつを本来はマスキング側の液を使います。液なんで、まあここではテープで結構だと思います。それでまずこの100均の筆でこの水を張ります。フリーハンドでも平気ですよ。こうやってこう貼っていきます。次に太い筆で薄めから始めます。下から攻めます。ちょっと待ってください。最初に引いた時に少しこう落ち着くのを待ってからじゃないと、にじみすぎちゃうんですね。で、これを横にして。
で、だんだんこう。で、今度上の。様子見ながら濃くしていく。しまいにはうんと濃くする。真ん中の光の部分だけは入れないように。で、水が完全に落ち着いたら、今度強い色で。こういう状態になりますね。これフリーハンドじゃなかなかこうはいきませんので。で、そしたらこれを外します。丸筆を使って、先尖ってるやつをなるべく使ってください。で、このやつで、このところの口紅を描こうとしてるんですけどね、よく私はよくわかりませんけど、で、この時に強い色をちょっと出してあげたり、上がまだ正確じゃないので、水の含み具合とかそういうので多少違います。こうスーッと持ってくるんですね。ここを肩から、これもそうですね。こんな感じで、それから今度洗って、ここの丸さを出すのに、一番下の方を水化けだけで洗ってあげますね。今黒を使ってます。これ墨汁でも何でも平気です。そこで、口紅を入れます。こんな状態で金属っていう感じがすごく出ると思うんですね。で、こちらに影を入れてあげればどうでしょう。で、線を使うときですね、先に R を書いてください。それでこの線をつないでいきます。だから先にこう書いてあると、この角がで、この合わせるときに、つきそうだなと思ったらば、ここがコツなんですよ。うんと開いてください。あの油絵なんかの場合で、手で浮かしてやることもできます。例えばこういうふうに、ここをつけてますね。でも絵の具がくっついちゃう場合は、自分の指で中にスケールの中に入れちゃうんですね。こうやっていいですね。こうやって入れます。それで迂回しといて、ここに合わせてこう書いていきます。で、縦で線引くときは少し斜めになります。この筆が幅広くしといてから、こういうふうにした方が便利になります。やり方さえ分かれば、こう引っ張ってこれます。どうしもなかったら、ただね、絵をそのまま横にしてください。今街灯を描いてます。こういう時なんかもすごく、便利なんですよね。こんなような、まあ簡単に今描いたものなんですけどね。例えばこんな風に描く時なんてとか、それから船なんかのマストだとか、そんなの描く時も便利です。このやつが乾きましたら、実はこれ金にできるんですね。これは非常に簡単でして、で、必要な色は黄色です。黄
黄色の濃い方ですね。黄色の濃い方と茶色です。茶色です。それとできたらグリーン混ぜるんです。茶色にグリーン混ぜます。でこれの時もやっぱりこれでやります。で最初に薄い方の黄色をスーッと貼ります。で次に茶色の濃い方をスーッとこう、で次に上の方もこれで金色になるんですね。どうでしょう。この溝引きの便利さ、他にも人によってはいろいろ凝った使い方があります。それは自分で発見するのもまた一つの楽しみだと思いますので、工夫してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、お願いします。